はいどうも、車課長はワンソクシェフです。今回はマツダのロータリーエンジンを搭載した EV MX30 ロータリー EV、 こちらに試乗させていただきます。私乗るの初めてですね。先日ジャパンモビリティショーでアイコニック SP というめちゃくちゃかっこいいコンセプトモデル出てましたよね。あれもロータリー EV を搭載したツインローターということでしたが、こちらはシングルのロータリーエンジンになりますが、ロータリーエンジンで発電して走る EV、 しかもプラグインハイブリッドということでガソリンでも走れるというシリーズ式のハイブリッド、プラグインハイブリッドとなっている、他にはないユニークすぎるパワートレインとなっています。急速充電もできる、普通充電もできる、ガソリンを入れて発電して航続距離も稼ぐことができる、でも走る動力は全てモーターでやっているという、ロータリー EV になっています。でこちら全て肉 FF ですね。で最高出力が170馬力、260ニュートンメーターというスペックをシングルローターで発電しながら走ることができるというモデルになっています。 17.8kWh のバッテリーを搭載して、バッテリーのみでは107キロ走れると。でさらに50リッターのガソリンが入る、ロータリーエンジン、こちらで発電することができるので、ハイブリッド燃費としてはですね、ガソリンでは WLTC でリッター 15.4 キロとなっていますので、15.4×50リッターで、770と、それに107キロの EV でも走れるということなんで、計算上は800キロ以上走れそうではありますが、今こちらに、置いてある状態で、満充電ではないと、93% まで今減ってますけども、564キロ、合計で走れるというふうに航続可能距離表示されています。でも600キロぐらい走れるとなると、EV としては相当航続距離長いですし、さらにサービスエリアとかでね、急速充電できなかったとしてもガソリン入れれば普通に走れますんで、そういうところではね、めちゃくちゃ心強いパワートレインになってるんじゃないでしょうか。それではシフトを D レンジに入れて走り始めます。おー、こういう感じなんだ。行ってきます。いや、もう走り始めから結構上質感ある。もともとね、 MX30 はベブバッテリー EV としてデビューして、その後ガソリンのね、マイルドハイブリッド搭載のモデルが追加されましたけども、最初はね EV から始まってましたよね。ただ EV の MX30 も航続可能距離が250キロ程度だったかと思いますが、それで発電はできなかったと。で今回のロータリー EV ではエンジンを搭載して発電することができるので、バッテリーだけで走れる距離は107キロだけども、50リッターガソリンを入れて発電しながら走ることで700キロ800キロぐらいは行くんじゃないかな。800は行かなかったとしても6、700キロぐらいは走れるんじゃないかなというふうに、計算できます。で今走り始めてますが、本当上質な感じ。結構乗り心地としてはコツコツという振動を伝えてくるので固めではありますね。で、ブレーキもがっつり効くと。で電動パーキングブレーキオートホールドついてますが、メモリー機能はないので1回押す必要はあります。おー、さりげない、なんかちょっと音の演出ありますね。ちょっと遠くの方がドロロロっていうような音がしているような、演出ありますが、完全に EV ですので音は演出ですね。これ音の音量とかを調整できたりとかはしないのかな。確かしなかったはずですが、今まだ 92% バッテリー残ってますんで、完全に EV として走っていると。でドライブモードでチャージモード、ノーマルモード、 EV モードっていうのがありまして、チャージモードにすると、ガソリンを使ってエンジンを回してバッテリーに充電するモードで、 EV モードだと完全に、充電されているバッテリーを使ってエンジンを使わずにモーターだけで走るモードと。でノーマルはバランスよく走るっていうような、モードがいろいろありますけど、今ノーマルで走っています。あ、めちゃくちゃ力強いですね。260Nm なんで驚くほどの加速っていうのは多分しないんじゃないかと思いますが、床まで踏んでみましょう。でも結構速いな。うお、速い、怖いっていうぐらいではないですけど、キックダウンスイッチもありますし、踏んでいくと結構モーっていう音の演出とともに、でもすごい控えめですね。 CX60 でもスポーツモードとかにするとエンジンの脈動とかを拾ってスピーカーから流すような仕組みがありますが、あれとかに比べるとかなり控えめな音の演出ですね。このぐらいの方がいいと思う、やっぱ EV ってやっぱ静かに無音無振動でギュンと加速するっていうのを期待してる人も多いんで、演出が過剰で加速感がそれほどでもないと、なんか肩透かしを食らったような感じもあるんで、このぐらいの控えめな演出の方が
いいと思いますけどね。ステアフィールも FF ながら、まあ、結構どっしりしていると。うん、いいじゃないですか。なんかバランスがいい感じ。うん、で、こちら、フロントに、モーターと発電機と、エンジンを積んでいるということで、なんかフロントが重くなってるっていう風にさっき伺ったんですけど、ベブモデルに、比較しても、総重量で、50キロぐらい重くなっているということなんですが、それがわからないぐらい、こう、チューニングで、味付けをしているということで、確かにそんなにフロントヘビーという感じは全くないですね。で、静か。とにかく静かですね。うん。ロードノイズとかもめちゃくちゃ静かだな。なんだろう。で、外音もめちゃくちゃ静かですね。なんでだろう。なんでだろうって言ったら失礼ですけど、いや、これ二重ガラスとかじゃないよな、多分。今、隣にトラックいるんですけど、なんかトラックのカラカラ音とか全然聞こえないんですよ。ちょっと窓開けてみましょうか。トラックのガラガラ音が、そうすると聞こえるんですが、窓閉めると、おー、スンって感じになりますね。静粛性はめちゃくちゃ高いですね。じゃあ、ここから高速走っていきましょう。足回りはちょい硬いかなっていう感じはある。角は丸められてるけど、連続するような時にはちょっとゴトゴトとするような感じは若干あるかなっていう。でもアクセル回路に対する応答性とかはすごいリニアな感じで、やっぱこの辺は EV ならではの良さがありますね。もう本当に EV です。だからノートとか、日産の E パワーって、あれもシリーズ式のハイブリッドで、駆動は完全に、モーターで行っているんですけども、それと基本的には仕組みとしては同じような感じなんですが、こちらは、よりエンジンが駆動しない、もっと黒子に徹している、パワートレーンと言えると思います。さらに、日産の E パワーでは、プラグインができませんので、要はその200ボルトとか急速充電とか挿して、バッテリーに充電することもできないですし、そもそもバッテリー容量自体が少ないんで、基本的にエンジンは回りながら発電をしないといけないというハイブリッドの、シリーズ式のハイブリッドになってますが、こちらの MX30 では、17.8 キロワットアワーのバッテリー搭載しているので、コンセントとかね、急速充電で、バッテリーに充電しておけば、107キロは、モーターだけで走り切ることもできると。で、さらに、エンジンも積んでいて、ガソリンも、50リッター入るので、発電をしながら航続距離を、まあ、600キロぐらいまでは伸ばすことも余裕でできるということで、かなりね、今の、過渡期にある、EV だとちょっと不安だよな、っていう、このインフラ事情に合った、こうパワートレーンだと思います。いや、それにしても静かだな。外今日風相当強くて、風の音とかが入ってるはずなんですけど、窓方向からの、音の入り込みはすごい静か。で、一番燃費とか電費が伸びる走り方ってどんななんですかって聞いたらですね、80キロぐらいで、高速道路とかを巡行して、ノーマルモードで走るのが、まあ、一番燃費が良いというような話でした。で、ノートとか日産のですね、e パワーではロードノイズとかを測って、外音がうるさい時、ロードノイズがうるさい時に積極的に、エンジンを回して発電する制御とかも入っているそうなんですが、こちらの MX30 は、まあ、ロードノイズに限らずですね、窓の外の音とか、まあ、外音がうるさくなるようなタイミングでより積極的にエンジンを回してバッテリーを発電するような仕組みも入っているということで、もう本当にだからいつエンジンが回ったのか分かんないような状況になっていると思います。まあ、実際今まだエンジン1回も回ってないみたいで、 92% ぐらいから出発したバッテリーですが、今ちょっとしか走ってないですけど、今 87% まで 5% ぐらい落ちてきているということで、まあ、航続可能距離もフル充電で107キロしか走れないんで、まあ本当に1キロ 1% ぐらいずつの感じで減っていくという感じだと思います。で、80% 未満ぐらいになってくると発電とかが働いてくるような感じですね。で、それも停車中にしか設定できませんが、ターゲット充電バッテリー、状況みたいなのが設定できまして、今 80% に設定してあるということですが、そこを目指して、バッテリーを充電するように、走ってくれると。まあ、それが 60% とか 70% とかっていうふうに自分で任意で
決められるんですけど、まあ、なくなったら足すだけや、みたいな感じでですね、その何パーセントまで減ったらガソリンを消費して発電するのかっていうのも自分で任意で決められるそうです。まだちょっと全然バッテリーが減らないんでエンジンが回らないんで、ちょっとエンジンが回ってるところを聞いてみたいですね。もうちょい、首都高を走れば行けるのかな。ちょっとあえて踏み目でね走ってみたいと思いますが、今ここはそんなに飛ばせるゾーンではないので穏やかに走っていきたいと思います。まあ、でも、乗り心地とかめちゃくちゃいいですね。でとにかく静か、外音がめちゃくちゃ静かだな。ちょっと後で確認したいと思いますけど、なんか二重サッシガラスとかになってんのかな、なんかすごい静かですね。でパドルもついてるんですね。でこれで、まあ、いわゆる減速セレクターという感じだと思いますが、アクセルオフにした時の回生状況をこのパドルで、合計4段階か5段階ぐらいありそうですね。5段階ぐらいかな。で、アクセルオフにした時、まあ、アクセルオフじゃなくてもアクセルオンでも、ちょっと下げると重くなるような感じがあるんで、アクセル回路に対する出力、そして、充電状況を、5段階ぐらいで調整できるみたいですね。だからパワートレインとしては今だから昨今求められるようなこう充電のこのインフラの少なさ、そして電動化も求められる。でプラグインハイブリッドだから補助金も、まあ年度によって予算変わってきますけども、まあ55万ぐらい出たりとかするわけですよね。そうなるとまあ結構理想的なパワトレじゃないかなと思ったりもしますね。だってガソリン入れてりゃ走れるわけですからね、普段は EV として使ってても。まさにプラグインハイブリッドっていう感じだと思いますが、まあ、アウトランダーとかよりはなんか航続可能距離は多いですね。アウトランダー PHEV 私持ってますけど、あれ満充電でも60キロちょいぐらいなんですよ。で今回スタートする前から80キロとかっていう風に出てましたんで、エアコン入れててこれなんで、本当に 17.8kWh のバッテリーは100キロ近くは、なんか本当に走れそうですね。さあここから湾岸線に入りましたんで、ちょっと加速してみましょうかね。中間加速、おお、おにぎりマークついた。エンジン回ってるとバッテリーの横におにぎりマークがつくということで、今全開加速、床までキックダウンしたらおにぎりマークが、すげえさりげないですけどちょっと見落としてしまうぐらいちっちゃいんで、もうちょっと主張があってもいいような気がするけど、おにぎりマークついたんでエンジンがかかってたっぽいですね。ちょっとまた踏んで、今も回ってたっぽいな。まあ、ちょっとザラザラとした音が入ってくるんで、エンジン回ってると、ま、回ってんのかなぐらいな感じですけど、やっぱ車速が高い時だとそのエンジンの存在感っていうのはほぼほぼ感じられないぐらいかも。あ、でも緩やかに踏むと全然エンジン回んないんだな。やっぱりキックダウン設置ぐらいまで踏み込まないとダメですね。今 SOC78% まで下がってますが、まだそんなにエンジンが回る感はない。じゃあちょっとせっかくなんでチャージモードにして、走ると、お、エンジンのおにぎりマークがついたんで、これで今エンジン回ってますが、あ、ドゥーっていう音が聞こえますね。チャージマン兼って感じで今チャージしてますけど、そうすると今 SOC が 78% ぐらいまで下がってたんで、発電しながら走ってると。あ、でもそのアクセル踏んだ時のこう EV の音の演出ですね、アクティブサウンドコントロールみたいなドゥルルルルみたいな音があるんで、ロータリーエンジンが回ってる音色っていうのなのかどうなのかっていうのはちょっと判別できないぐらい黒子に徹したロータリーエンジンですね。ロータリーサウンドを今みたいな、そういう感じではないですね。めちゃくちゃ控えめ。でもなんかどっか遠くの方で内燃機関が動いているこう振動みたいなのは感じることができるので、まあ、発電してんだなって感じですね。あ、もうすでに 78% だった SOC が 80% まで、回復してます。でこのチャージモードで走ってる時で、めちゃくちゃ発電効率がいいそうで、1分で 1% ぐらいずつ回復していくそうです。なんか1分1キロ分ぐらい
発電してるっていう感じですかね。満充電で107キロなんで、100% でまあ約 100キロと計算すると、まあ1分で1キロずつぐらい増えてっているような感じですかね。でもドゥーンっていう、うん、内燃機関が回っている音はしますね。で、今、大黒パーキングエリアに入っていきますが、こういうところの、カーブであったりとか、あと継ぎ目を越えた時などの挙動とかは、うん、すごく自然ですね。まあ、ボディ自体もちっちゃいので、で、ホイールベースも、短いので、ピッチングとかするかなと思いきや、そんなにしない、うん。結構ジェントルな感じですね。やっぱ床下に、バッテリーを敷き詰めている関係で、重量物が下にあると、で密度感の高いものが下にあるということなんで、路面のこうざらつきとか、そういう不快な微振動みたいなのが、まあ、そのバッテリーとかの重量もあってですね、密度もあって、シャットアウトされているということで、乗り心地、そういう静粛性、微振動みたいなものはすごく抑えられてますね。はい、今ギャップも超えましたが、うん、全然ミシリとも言わない、うん、この辺はやっぱ EV とかプラグインハイブリッドとかのバッテリーを床下に敷き詰めているその剛性感みたいなものありますよね。さあ、ここから本線に合流していきますが、イキリダッシュポイントなんですけど、まあ、安全運転で行きたいと思います。じゃあノーマルモードに戻して、はい、合流加速。早いおー、めっちゃ速い。トルクステアみたいになることもなく、普通に速いですね。静かに速い。いや、想像以上に速いわ。軽い、なんかやっぱボディ軽いな。 EV モデルに比べて重くなってるとはいえ、コンパクトですからね。全長も 4.5 メーター以下、全幅も 1.8 メーター以下なんですよ。だから昨今の巨大化する SUV とかの中にあってはめちゃくちゃコンパクトな部類になると思います。で、なかなかこの観音開きドアとかトリッキーなね、車を選ぶっていう人は少ないかもしれないけど、でもやっぱ人と被りたくないであるとか、あとは輸入車乗ってる方とか、ミニクロスオーバーとか、あとはシトロエンとか DS とか、そういう車を乗ってる方からすると結構刺さるんじゃないかなって思います。内装のおしゃれ加減とかはもう全然輸入車のそれにもう劣ってないです。コルクのね、質感であるとか、再生素材を使ったファブリックのね、温かみであるとか、こういうところは本当ライバルにはない魅力になってるんで、指名買いで買われていく方が多いということで、少しおしゃれな職業をやられてる方とかですね、そういう方に人気、デザイナーさんであるとか美容師さんであるとか、そういう方に刺さる車じゃないかなと思いますんで、なんかいい車ないかな、 SUV 流行ってるけどなんかみんな似たり寄ったりだなって思ってる方とか、あとはなんか電動化 EV とかって言われてるけどまだちょっとインフラがな、でも乗ってみたいなって思ってる方とかは、まさにこのロータリー EV っていうね、ガソリンを入れて発電しながら走ることができる、しかも、プラグインで、急速充電にも対応してるっていう、この MX30 改めてちょっと先行線上に上げてみてもいいんじゃないかなって思います。補助金も入りますから、こちら車両本体価格、ロータリー EV は423万とかぐらいからある、車となってますけども、こちらのジョイグレードではですね、もうちょっと高くて480万円ぐらいですが、込み込みでも500万ちょいぐらいで、そこから、まあ、補助金とかが入ったとすると、まあ、400万円台後半で十分買える価格となってきますので、まあ、それでプラグインハイブリッドで急速充電も対応してて、で航続可能距離も600キロ以上走れるぐらいだったとしたら、いや結構実はお買い得なんじゃないの、他にはない唯一無二の魅力になるんじゃないのとはちょっと改めて今回思い知らされましたね。まあ、本当2人乗りメインということであれば十分検討の余地はあるんじゃないかなと思います。はい、といった感じでマツダの MX30 ロータリー EV ナチュラルモノトーン試乗インプレッションをお届けしましたけれども、いかがだったでしょうか。ロータリーエンジン復活
おめでとうという方とかですね、アイコニック SP 市販化はよという方はですね、この MX30 のロータリー EV がね、アイコニック SP でツインローターになって搭載されるといいなと思う方はぜひコメントとか残してマツダのね、背中をグイグイ押しまくってあげてください。いいぞマツダもっとやれという方はね、ぜひいいねボタン、そしてコメントも残してくれると嬉しいです。車でもなんでもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物理を刺激する車カルチューバー、ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。